ジョシュア・ファトは、アメリカ合衆国のプロレスラー。カリフォルニア州サンフランシスコ出身。現在は、ジェウソの、リングネームで WWE にて活動している。父は、力士のリングネームで有名なソロファ・ファト。双子の兄は WWE で共に活動している、ジミー・ウソことジョナサンファト。2007年、WXW にて、 双子の兄のジョナサン・ファッツと共にプロレスラーとしてデビュー。2009年、ジョナサンと共に WWE とディペロップメント、契約。参加団体の FCW にて、ジュレス・ウーソの、リングネームでデビュー。ジミー・ウーソことジョナサンとのタッグチーム、ウーソズを結成し、デビュー早々トップの前線に立つ活躍を見せ、デューク・ロトンドボール・ロトンドと、兄弟タッグ同士の構想をした。 2010年3月には、タミーナをマネージャーに加え、同じく2世レスラーのチームであるジョー・ヘニングブレット・デビアスから FCW フロリダタッグチーム王座を奪取した。5月、WWE に昇格。24日の RAW での放送において、リングネームを J ・ウソに変更し、ヒールとして登場。WWE タック王座を保持しているハートダイナスティを襲撃し、 構想を開始。RAW においてのノンタイトルマッチでは、ハートダイナスティから勝利を奪うも、PPV である、オーバーザリミットでのタイトルマッチでは敗戦。ナイト・オブ・チャンピオンズでターモイルマッチによる、タイトルマッチに、再び挑戦。第一試合目から、ハートダイナスティと当たり、勝利。第二試合目のサンティーノ・マレラ&、ウラジミール・コズロフにも勝利を収めるが、 第3試合目のマーク・ヘンリーエヴァン・ボーンに敗れたため、王座をダッシュすることができずに構想は終了となった。2011年4月末の追加ドラフトにて、兄のジミー・ウソと共にスマックダウンへの移籍が決定。それでも出番はあまりなかったが、NXT にて、カート・ホーキンスや、タイラー・レックス等のヒールと戦い、ベビーターン。2019年2月17日、 イルミネーションチャンバー2019で、WWE スマックダウンタッグ王者チームのザ、ザミズシェイン・マクマホンに挑戦。ジミーとミズのホールの取り合いになり自ら、スカルクラッシングフィナーレを食らうも切り返して、ホールを奪い勝利。王座を体感した。サモアンスプラッシュスーパーキュックシングルレッグ、ボストンクラブエルボーエルボースタンプバックエルボーナック、パンチアッパー地獄好きのように打ち込む。 サモアンドロップドロップキック、エンズイギリランニングヒッププレスコーナーに持たれた相手に、対し、対角線上に走り、自分の尻で相手を押しつぶすように圧殺する技。ダブルスーパーキック二人同時に一人の相手に使用し、フィニッシャーとする場合もある。wwe タッグ王座、fcww、ジミー嘘 w w w e w ジミー嘘 w、ジミー嘘。ありがとうございます。